皆さんこんにちは、コークスマイルです。ということで本日は今回はこのウイッチプラスさんにお邪魔させていただいて、韓国コスメだったりとかそれ以外にもね、おすすめのコスメを皆さんに紹介させていただきたいと思うので、ぜひ最後まで見てください。ではレッツゴー。 bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change.ということで、まずね、ここがメディヒールゾーンということで、たくさんのヒールが乗っかってて、こんな感じで、なんか1個ずつね、コップがついてて、すっごいわかりやすいんですよ。あとは、こうやって硬貨とかもね、1個ずつ書いてあるので、すっごいわかりやすく書いてあります。これはね、僕が紹介させていただいた DNA というバッグなんですけど、これとかも書かれていたりとか、これこそね、僕が日焼けで紹介してるバッグなんですけど、めっちゃこれ日焼けに効いて、すごくいいんですよね。でもこれ黒いね、炭のマスクなんですけど、ベースとかも置いてあったりとか、僕これ一回使ったことあるんですけど、すっごいめっちゃ肌がプルプルになりました。じゃーん。これね、ドクタージェルトっていうんですけど、これマジで使いたいんですけど、これ僕が結構よく使ったりしてる、あのシカクリームって僕動画で紹介させていただいたことあるんですけど、そこのね、メーカーさんのやつなんですけど、そういうものも置かれてます。なかなかこれって、なんかドラッグストアとかで買えないんですよ、韓国コスメって。だから、それが売ってるのがマジで最強ですね。あとここは、ピュアスマイルっていうね、まあ、皆さん結構見たことあるかと思うんですけど、こういうのもいっぱい売ってるんですけど、でこれね、でこれなんですけど、ヨーグルトシリーズって言って、ここにもね、コップがあるんですけど、このヨーグルトシリーズって意外と店舗で見ないんですよ。それがここで売られてるってことで結構ね、人気なもので、僕も動画で紹介させていただいたんですけど、本当におすすめです。こういうのもね、売られていて本当にすごいなって思います。このニキビケアのやつとかとか、あとはコラーゲンマスクとか、いろいろ売られてますね。あとね、びっくりしたのが、最近ね、聞くと思うんですけど、この炭酸パックってやつの品揃えがびっくりするほど多くて、こんな感じで炭酸美容エステとか、この洗い流しの炭酸みたいな感じで、すごく多いです。あとはね、こういうね、あんまり見ないようなやつとかもすごい売られてて、とりあえずね、品揃えね、びっくりします、僕は。あとね、こういう普通のパック以外にも、リップパックって言われるね、唇のパックとかも売られてます。こういうのね、見たことがないんですけど、すごくいいらしいですね。で、今回ね、このですね、このハンドクリームって韓国のものらしくて、スタッフさんのおすすめのこのパッションフルーツってもの、試しに使わせてもらいます。すごい伸びが良くて、ベタつかなくてサラサラするってことなんですけど、あ、すごい、めっちゃ匂いがいい香りで、最高ですね、これ。で、すごい本当にベタつかなくてサラサラです。これはマジでおすすめです。はい。で、こんな感じでめちゃくちゃね、他にもいろんなものあるんですけど、これは手作り石鹸らしくて、すごいめちゃくちゃ可愛くて、こんな感じでなんかいろいろフルーツが入ってて、ここにね、ギフトにもって感じで、誕生日プレゼントとかにもすごい喜ばれるんじゃないかなって思います。で、ここですね、これ結構お手頃な価格なんですけど、こういう感じで美白マスクとか、あとはもちもちすべすべとか、コラーゲンマスクとか、ヒアルロン酸とか、それこそこの T3 とか、あとシカマスクとかが、これ150円で買えちゃうっていうのがめっちゃすごいと思います。本当にすごい。生産から大人の方まですごく人気の商品になってます。種類も10種類くらいあるので、1枚からいろいろ試していただけるものになってます。で、今回なんですけど、このパックをちょっとこれから家でね、使わせてもらえるということなので、よければ最後まで見てください。はい、ということで、この後は家からお送りするんですけども、今ね、店舗で紹介したこのドクターダーマルっていうね、パックを今回はこの3種類ゲットしたので、これを使っていきたいなって思うんですけども、その3つのうち、今回はこのヒアルロン酸のやつですね。これは保湿系のやつのパックを使っていこうと思います。じゃあ開けていきます。で、ちょっと気になる匂いもね、嗅いでいきます。多分この周りのね、外の袋の匂いかもしれない。だからそこまで匂いはしないかもしれません。では前髪を止めていこうと思います。こんな感じ。うわ、やべえ、めっちゃね、液がひったひったです。メディヒールとかよりはちょっと厚めだけど、すごい張りやすそう。うわ、こんな感じで、すごいね、めくりやすかったです、開くときに。じゃあ貼っていきます。おお、冷たくて気持ちいい。そしてね、すごい張りやすいね、液がひったひただから超張りやすい。
このドクターダーマルっていうのはなんか化粧品ってちょっと安いと心配っていうイメージなんか皆さんないですか？僕結構あるんですけど、でそういう皆さんのイメージを覆すようなパックっていうねブランドらしくて、コンセプトがこれは今ね韓国の女性がみんな使ってるパックらしくて、やっぱメディエールとかってちょっとね高めじゃないですか。やっぱ韓国とかで現地で買ってもちょっと高めだとは思うんですけど、それに比べるとちょっとね安く買えちゃうのでみんな使ってるのかなって感じなんですけど、じゃあちょっとねこれ15分ぐらい待ってくださいって感じなんで、じゃあ15分ぐらい待っていきます。はい、ということでだいたい15分が経ったということで、じゃあ剥がしていきます。せーの、ブリー。そしたらですね、今顔にこうやって液がついてるので、これをしっかりとこう手でなじませていきます。なんかこうパックをやり終わった後に僕はめっちゃ顔のねマッサージをするのがお気に入りなんですよ。はい、そしたらね、こうティッシュを使ってこう残ったやつを僕はティッシュオフします。うわ、めっちゃね保湿されてる、すごい。結構僕パックとかでもヒリッとしちゃうやつとかあるんですよ。なんですけどそういうのもなかったし、すごく良かったです。ぜひね皆さんもこれ使ってみてはいかがでしょうか。すごいおすすめです。はい、ということで今回はですねこちらのブルリッチプラスさんにお邪魔して紹介をさせていただきました。今回ね動画の中で紹介したパックとかもここで売られてるんで、よければ皆さん郡山に来た際には遊びに来てください。はい、ということでもしこの動画がいいと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、国際でした。さよなら、バイバーイ。